どうもチームシケダの金子です。僕はフリーでビデオフォトグラファーとして活動しています。画像出てると思いますが、今度人物写真の写真集初めて通販させていただきたく準備中です。よかったらカードか概要欄よりメイキング等の関連動画の再生リストありますので、ぜひチェックしてみてください。あと背景に使ってる写真はインスタグラムで毎日更新しているものです。こちらもよかったらチャンネルページとか概要欄にリンクありますので、フォローしていただけると嬉しいです。ということで今回はカメラ雑談になります。オリンパスのペン7が人気らしいということで、最近ね GH7 新しいカメラ買ってちょこちょこテストの動画とか使用感の動画とか、出してるんですけど、久々に普通のカメラ関連の雑談っていう感じになります。本当はGH7 のテスト動画とかまだねちょっと編集しきれてないのもあるんで、それが一通り出し終わったらちょっとねマイクロフォーサーズ全体の話というか、正直これ GH7 が新品で買う最後のフォーサーズになるかなっていう予感もちょいちょいしてて、このままフォーサーズフェードアウトしてっちゃうのかな、でもやだなっていうので、ちょっとマイクロフォーサーズ訴求シリーズみたいな雑談もねちょこちょここれから話していこうかなと思ってた時に、なんかマップカメラさんの YouTube でこのねオリンパスのペン7の紹介動画みたいなのが流れてきて、なんか人気らしいみたいな、へえと思って、もうこれ調べたら3年前、もう3年になるんですね。出てるのはなんとなく知ってましたけど、今結構売れてるらしくって、というかね今調べてみたら、カメラ全体がね中古も含めて値上がってるんでしょうけど、にしてもねそのマイクロフォーサーズの小さめのカメラ、後でちょっと紹介しますけどがね結構全体的にパナソニックのもね値上がり結構してて、軽く調べた感じとあとその所感みたいなのをちょっと話していければなと思うんですけど、僕ねまあフォーサーズ使っててもパナソニックのカメラしか使ったことがなくて、オリンパスのカメラをね所有したことはないので、全てのカメラに言えるのは側のスペックだけでは測れない利便性とか細かい機能とかね結構あったりするんで、印象だけになりますけど、まず当然 4K は撮れるけど、まあこの世代のもうパナソニックもそうなんですけど、フォーサーズにありがちな、たとえ24フレームでも 4K になると多少クロップされてしまう。マイクロフォーサーズってねただでさえ焦点距離がまあ2倍にレンズに対してなるので、そこからねさらに1.25 倍とか 1.3 倍ぐらい多分クロップされると思います。この辺はパナソニック の中級機とか GH4 の世代とかちょっと古めのカメラにありがちな感じです。ここはねちょっと基本的には僕カメラは写真動画両方で意識してるんで、ちょっと残念なところですね。とはいえ結構ね新しめの方なんで、2000万画素ねあって、特徴的な機能としては、画像を出してると思うんですけど、このボディ前面のねレバーみたいなのがあって、これでなんかプロファイルモードをなんか多分セッティングとかしておいて、そこに一瞬で切り替えられるような機能があるのかな。だからモノクロにしておけば一瞬でモノクロにできるみたいな、そういう感じだと思うんですけど、ちょっと詳しい方いたらコメントいただきたいんですけど、最近で言うとパナソニックが全面的に押し出している専用ボタンまでつけてるラットボタンみたいな感じだと思うんですけど、これファンクションボタンでね使わない人向けに切り替えられたりとか多分できないのかな。前面にレバーがあるんでノールックでもねすぐカチカチって切り替えられて、使う人には便利な反面、使わない人にとってはねちょっと死に機能になっちゃうのが人によるところあるんですけど、まあ取っ手出しであんまり編集後でガチャガチャやらない人にとってはすごいいいですよね。でこれは180度チルトモニターで自撮りもできるんですけど、これねなんでか上に飛び出すタイプじゃなくて下に出るタイプなんで、これ手持ちでやってるとどうなんだろう、上でもあんま変わんない気がするけどやや見やすいのかな。自撮りするときは下に出た方がやや手持ちの時は多少見やすいのかもしれないんですけど、これだと三脚とかあんまりカメラやらない人でも自撮り棒をつけてやるのが増えてる気がするんで、そういう人にとってはまあ隠れちゃうんで相性悪いのかなっていうのはありますね。手持ち派にはいいのかなと思います。でファインダーがないんですね。手ブレ補正も何人かちょっとレビューの動画聞いてちょっと心もとないみたいですけど、一応あってボディで、最近はねもう内蔵フラッシュカメラつかなくなりましたけど、この頃は結構内蔵フラッシュ小さいのつけてるカメラ多くって、これね S9 とかよりも SNS 向けじゃないと思ったんですけど、まあ、いいですよね。あと HDMI の小さいタイプですけど、出力多分できるようになってるのかな。で
USB の端子は、あ、これマイクロ USB ね、残念ですけどね、3年前なんで USB-C ならすごい良かったと思うんですけど、まあ、とはいえ、一応カメラだけでも充電できるよと。ただ電源がオンになってる状態、使用しながらの給電はできないっていう。僕の持ってるカメラだと Sigma FP と同じような形式ですね。まあ、FP は USB-C ですけどね。結構これいいなって改めて見ると思ったんですけど、まあ、値段見るとやっぱり値上がりしてて10万ねえっていう、まあまあまあお値段ちょっと高くなっちゃってますけど、とはいえなんでこんなに人気なのかなってなって、でたまたまこの動画流れてきたタイミングで某デジカメインフォさんのあの掲示板にここ5年間で、デジタルカメラの所有率は大きく減少みたいな記事があって、でもまあこれは驚きはないっていうか、まあそりゃそうだろうっていう記事なんですけど、まあ、最近ちょこちょこ言ってますけど、カメラが高くなってきた原因ですよね。カメラ業界の売り上げ自体はちょっと回復してきてるらしいんですけど、ただその生産台数っていうか出荷台数か、その台数自体はやっぱり減ってきていると。つまり1台1台の単価がすごい上がってきてしまってる。なんか 30% 増とかなんか言われてますけど、買う人は買うよねぐらいのカテゴリーになってくると、まあそれはこうなるよねっていう。で高くなるからますますもうやる人は減っていってみたいな。あと僕あんまりカメラを売らないのであれなんですけど、中古の買取額みたいなのもまあ渋くなってきてるみたいなことも聞くんで、まあそうするとね、買い替えてね、どんどん新しいの使いたいっていうタイプの人も減ってきちゃうっていうのもあるから、まあ負のスパイラルになってきちゃってるなーっていうのはやっぱありますよね。でこれ世界と日本で見てもやっぱり多分感覚違くって、もう日本は少し解消されましたけど、それでも円安傾向プラス経済力ももうなくなってきてるんで、贅沢品みたいなのが、買えないと。で海外なんかはあの生活コスト自体はすごく上がってきちゃってる割に、やっぱりカメラに関してはやっぱ日本企業ってこともあるのか、全然海外の人からしたらこのインフレ時代で値上がり幅は少ないっていう感覚感じてる人が多いらしくって、この画像のグラフを見ると日本よりヨーロッパなんか人口少ないですけど、まあもちろんすごい減ってはいますけど、まだね所有してる人はまあそこそこグラフで言うといるのかなっていうので、で聞いたことがあるのが、台数ベースか売上ベースかちょっとそこは忘れましたけど、オリンパスって世界的に見たらシェア全然ないみたいなんですけど、その割には日本だとね結構シェアあるみたいなんですよ。なんでかなって考えた時に、多分ライト層の最後の逃げ道というか、こういう小型カメラが最後の砦になってるのかなっていう。パナソニックとかも一応小さいカメラ出してはいるんですけど、やっぱイメージ的な問題なのか、デザインがねやっぱり女性受けするってのもあるのかなのか思えば、まあ富士フィルムのコンパクトデジカメとか小さめのカメラとかもそうですし、この前ね、まあ実質中身はパナソニックなんですけど、ライカがコンパクトデジカメ APS-C だっけ、D-Lux 8みたいなのが出したりとか、あとちょいちょい僕出してますけど、古いねあのコンパクトデジカメオールドコンデジであるとか、主要メーカーではソニーもね Vlog カムの方になっちゃって、もう写真用のコンパクトカメラみたいなのが下火になっちゃった中で、古いものでもだいぶね値上がりしちゃって転売もされてんのかな、わかんないですけど、まあ、つまりもうライト層の人たちでもうカメラどうしよう、もうスマホでいいかなっていう瀬戸際みたいな人の最後の逃げ道になってるパターンとか、あとはスマートフォンからステップアップしたいけど、あの専用のカメラ欲しいんだけど、もう今ステップアップカメラがねほとんどないんですよね。もう10万超えでしょ軒並みっていうことを考えると、レトロでエモく撮りたいとか日本人はお金ないんでっていうのもあって、両方の需要があってそういう流れが来てるのかな。これ完全に推測なんで、なんかコメントとかでよかったらいろんなご意見いただきたいんですけど、いうような感じはします。まだオリンパスのこれ時代なんですね。ねこの OMD ブランド名も引き継げばよかったのになと思いますよね。家電の東芝だってもう中身東芝じゃないんですけど、ブランドはね東芝未だにやっぱり日本で全然売れなくなるらしいんで、やっぱりブランドを使ってるみたいなんですけど、みんなオリンパスって結局言ってるじゃないですか。そのオリンパスのペン7がなんでね人気あるのかっていうのは、今話したこととカメラ自体の性能で言うんだったら、やっぱりすごい小さいカメラで、マイクロフォーサスのいいところはね、これ何回も言ってるんですけど、レンズも小さくできるところなんで、ボディはねもうフルサイズもだいぶ小さくなってきてますけど、どうしてもレンズっていうのが平均して、性能に対して全然小さくできたりするんで、最近ね小型のマイクロフォーサス機なんかも全然出なくなっちゃったから、動画性能はね相対的にちょっと劣ってきちゃってるんですけど、でも大体 SNS だったらフル HD でも十分ですし、これもクロップされるけど 4K 撮れますし、もう動画性能
性能いらない人多い気がするんですよね。カメラで SNS であの動画上げたい人って、むしろそういう人たちこそスマホの方に僕は流れていってるなって感じるんですよ。縦で撮りやすいし、もう撮ってすぐ SNS にアップできるし、もう加工も結局一回ねスマホに取り込まなきゃいけなかったりとかもするんで、で比較的最近のコンデジなんかもやっぱり高騰してきて、そんなに意外と価格差なくなってきちゃってる中で、これもちょっと高くなってきちゃってますけどね。なんですけど、あと振り返るとその軽量コンパクトのレンズ交換式カメラでフルサイズとか APS-C とかも入れても、あの自撮りができるタイプのって意外とソニーは多いと思うんですけど、ソニー以外だと意外と貴重なんですよね、パナソニックなんかももう中型機以上じゃないと、あの G100 っていう後で紹介しますけど、それ以外はバリアングルじゃないし、ソニーはソニーでもう初代の ZV-E10 なんかももう値上がりしちゃってて、そんな安くないので、このペン7っていうのは本当にあの自撮りもできるレンズ交換式では結構貴重なんだなっていうね。自撮りができるカメラが欲しいんですけどって全然カメラわかんない方がなった時に、まあ、必然的にこう選択肢になってくるのかなっていう、ちょっとわかんないですけどね、推測ですけどね。 OMD のインタビューかなんかで、まあ、ペンのシリーズは今後も出していくみたいなのもありますし、もしかするとそのキャノンとソニー、まあ、2大メーカープラスニコン以外は、ルミックスもそんな感じするんですけど、コンパクトにもしかしたら振ってくるかもしれないですよね。だからレンズも小さくできるマイクロフォーサーズにはすごい追い風だと思うんですよね。だってカメラわかんない人なんかフルサイズだのなんだのって逆にわかんないと思うんですけどね。もう何回も言いますけど、なんかリテラシーのせいでフルサイズにせざるを得なかったって、もう何回も言いますけど、 S9 はマイクロフォーサーズで出すべきだったなって思うんですけどね。まあそれも誰が始めたかわかんないですけど、マイクロフォーサーズはスマートフォンよりはお手軽じゃないけど、フルサイズより別に綺麗に映るわけでもないみたいな、そういう中途半端なマイナスイメージが植え付けられた感半端ないんですけど、僕はどちらかというとマイクロフォーサーズとフルサイズの間にある壁よりも、スマートフォンととかアクションカムとかそういうカメラと一眼タイプのそもそものそういう壁の方がまだまだ厚いと思うんです。振り返ると、また改めて話せたら話そうと思うんですけど、やっぱりレンズの差ってでかいし、この前飯の写真を綺麗に撮る方法みたいなショート動画上げた時に、あれは GH7 であの頑張って撮ったんですけど、試しに同じやり方でスマートフォンでも写してみたんですけど、やっぱりね、画像処理とかもやっぱ全然違うというか、スマートフォンだとやっぱりライティングとか綺麗にしてもあんまり意味ないというか、あの撮って出しだとね、画像処理でのっぺりになっちゃったりとかそういうのもあったりするから、特にね撮って出しであんまり編集しないライト層の人なんかは一眼カメラを使う意味ってまだあるなとは思うんですよね。上辺のね画素数とか 8K で撮れるようになるかもしれないけど、そのうちすぐね、にしてもまだまだやっぱり壁はあるなって感じたので、まあ、だからマイクロフォーサーズ訴求シリーズみたいなので、いきなり話す話題がね、マイクロフォーサーズなくなるかもしれないみたいな、そういうネガティブなものよりもうまくやれば生き残る道はあるかもみたいなので、こういう話しようかなと思ったんですけど、ペン8とか出そうな気がするから、それが出たらちょっとマイクロ USB とかちょっとね、少し高くても USB-C ならすごく便利なんで、まあ難しいとこですけど、そうするとこれが型落ちしてちょっと安くなればもっとコスパ良くなると思いますし、自撮りがいらないんだったらずっとこれを僕推してるんですけど、パナソニックの GX7 のシリーズなんか Mark II とか Mark III どっちもおすすめなんですけど、まあ動画もやる人だったら Mark II の方がコスパいいと思うし、まあ写真だけやる人だったらまあちょっと高いけど Mark III ぐらいの感じだったんです。値段調べてみたら Mark III の方がなんか10万ぐらいになっちゃってて、嘘だろうと思って、前調べたら6、7万だった気がするんですよね。1年経たないぐらいかな、前かな。で Mark II なんかはね3万台でも売ってるのがあったんですけど、これも5万ぐらいになっちゃってて、うわー、そういう流れ来てんだなっていうのはやっぱ思います。なんか嬉しい反面ね、これから始めたい人にはねちょっと複雑っていうか、ただ SNS とかスナップとかやるんだったら Mark II の方が画素数ちょっと少なかったりとかするんですけど、バランスいいなって思うんで、Mark II だったらまだ全然安いですし、あとね、写真機としてはですよ、あの G100 っていう、これもパナソニックの小さいのにバリアングルついてる貴重な機種なんですけど、ペンとか GX7 とかは手ブレ補正ついてる。 GX7 はね手ブレもすごいいいんですよ。ただこの G100 っていうのはボディの手ブレ補正がついてないんです。デジタルで補正はできるんですけどね。なので、まあ、どっちかっていうと写真機としてはすごいお買い得なのかなっていう。これね調べたら初期のモデルは
7万ぐらいでレンズがついててね。で最近出たその USB-C とかにケーブルが変わってるマイナーチェンジのやつは8万台で買える。これなんとも言えないな。1万差はあるけど、後々のこと考えたら USB-C ケーブルになってるって結構でかいんで、まあ D の方買ってもいいのかなと思うんですけど、これも写真機としてはすごいお買い得だと思います。だからこうしてみるとやっぱね、 S9 を早くこう小さめにあのマイクロフォーサーズに落とし込んだ機種をね、一刻も早く出すべきだと思うんですよね。それかね、 GM シリーズとかね、これが世間の声だと思うんで、高性能を追い求めつつもカメラユーザーの人口を減らさないためのカメラも、特に2大メーカーが本当はね率先してやってほしいんですけどね。ソニーさんは安売りはしないみたいな、付加価値をつけていくみたいな、本当それ大事なんですけど、1機種ぐらいは自分のところのマウントで囲うためにもね、そういうのを出してもいいような気がするんですけどね。逆にそういうことをしてる間に他のメーカーはやっぱりこう裏をついてチャンスだと思うんですけどね。リコーペンタックスなんかね、やっぱそっちに振って結構売れてるみたいですからね。レトロチックに撮れるコンデジみたいななんかね、動画でも結構出てますけど、ちょっとこの辺にしますけど、今後ね、あの GH7 の検証動画とかももういくつか出してるんですけど、まだ、取りためてるのがあるんでこれから出していきますし、僕ねマイクロフォーサーズでカメラ始めたんで、やっぱりなくなってほしくないんで、こういう訴求シリーズの動画みたいなのもちょこちょこ話していければいいと思うんで、よかったらねぜひあの他の動画とかも1本でも見ていただいて、応援していただける方はチャンネル登録してください。お疲れ様です。コメント高評価、チャンネル登録よろしくピカ。再生リストから作品とかも見てほしいピカー。